まあ行くんだけどね。歌詞が分かんないね。立ちつってどういうが分かんないよね。そこから先がよく聞かないと分からないっていう。こういうふうに貼ろうか。こっち見やすくていいね。でいかね。しかも暗くて映ってないかもしれない。ここね。くっきり。変な声になってた。口で押さえながら。やっております。肩が痛いよ。当たり前だよね。そういう音じゃないんだよね、おそらく。外せば見えやすくなんねえ。ちょっと明るくなっただけ。しかも画面がフリーズしてる。画面どうした？来て来て。画面がフリーズしてするのちょっとやめてほしいんだよね。撮れてるのか撮れてないのか、一応撮れてる時間確認できないっていうのね。厄介ですよね。まあ5とかに比べたらそのでいかれちゃう、バッテリーが熱持っちゃうっていう よく聞くけど、それはね今んとこないですね。はい、それはいいとこだね、ソニーのね。やっぱへこんでるけど貼っとくかな。一応向こう側も貼っとく。ああそっか、もう貼れねえか。貼れなくはないか。ちっちゃいやつなら貼れるか。一応貼っとこう。
ったような変わんないような。ハバセナはもうないぞ。服にベッドに。
とかな。こいつ。こうなる。どっちの方がいいのかな。もっと下の方がいいよ。多分。もっと下にした方がいいよね。もっと下にやって。で、こいつを落とす。で、このこれマイナスちょっと細めっていうか、このマイナスドライバーで。今日ね、ファンキーフライデーなんですけどね、ファンキーフライデー聞きながらやりたかったんだけど、音楽とか音楽とかかかっちゃうとやっぱ半券とかめんどくさいじゃないですか。あ、ずれる。だから つけてないですけどね。最後の1枚で、さっき言った枚数が大体今まで貼ってきた感じなんですけど、今はもうなんていうの、片付けちゃったから、片付けちゃったというかシートとか引いちゃってるから、まあ全体像を 見せられなかったっていうかね、まあ流れで見てくださいっていうか流れで感じてくださいという、良さそうだな。なんかそんな感じだよね。これが、このマット自体がボディについてた方がいい感じだよね。よし、これでネジを締める。辛い。で、マットを引きたいんだけど、配線をちょっとね、止めたいんだよね。と、ここなんですけど、リアスピーカーの配線がこう来てて、見えるかな？来てるんですけど、こんだけ余ってるんですよ。またスマホで撮れって。このスピーカーの線が、まあこれちょっと後でもう一回やり直すんだけど、今ここ仮止めして、でこんだけ余ってるんですよ。なんでこんな余らせてぴったりつければいいじゃんって思うじゃないですか。ここピチッとね、ここを貼ってね。だけど、じゃあこのステレオ壊れました、取り替えますって言った時にこれ引っ張り出すじゃないですか。そうするとこれぐらい、まあ どうだろうな、50センチぐらいあるかな。うん、それぐらいゆとりがないとこう引っ張り出せないんですよ。まあ線抜いちゃえばいい話なんだけど、線抜いたはいいけど、今度刺すとき ここでもう止まっちゃってるから、もしくはもっと奥で止まってるから、止まんないんですよ。止められないっていうのかな、止めにくいっていうのかな、っていうことになっちゃうんで、一応これだけ余らしてます。でこの余らしたやつをどっか適当にこの辺丸めて入れてたんだけど、まあとりあえずこの辺ぐらいはね、しっかり止めとこうかなって感じで今やってます。
えずなんですけど、防振のテープだけ貼った感じですね。この転石分っていうのかな、足元分で、残りがシート下、残りがですねシートの下と、あとこっちの下の部分、ここまでですね。ちょうどだからこの部分っていうのかな、この部分だけ残ってる感じです。疲れた、あーもう早く終わらせたいな。っていうかもう材料買わないといけないんでね、それからですね、やるかやらないかはもしかしたらやらないかもしれないしとりあえず乗ってみてって感じかな。すんげー汚れてる、黒くて見えないか。ということで今回は、マット下の、防振材を貼ってみたっていう感じですね。まあ一番期待してるのはここね、この中ねが結構こう響きがね収まってくれればなと思ってるんで、